はい、どうもおっさんです。ちょっと髪バッサリ切って、しかもおっさんですけど、ちょっと夜だから分かりづらいかな、青色にしちゃいました。まあ青って言っても暗い青ですけどね、どうでもいいな。今回はサイバートラックってなんだって話ですね。まあテスラの未発売されてる車かな。でこれプリントしたデータなんですけど、まあこれをプリントするときにちょっと問題になったポリゴンの表裏の向きがあったので、ちょっとそれを紹介しつつ、まあどうやって解消するかっていうのを紹介したいと思います。ちょっと僕もその実際に動画を撮りながら動画撮ってあるので、それをちょっと見ながら解説していきます。でこちらがキュラで読み込んだ時ですけど、このモデルエラーっていうのが出て、その読み込んだ、モデルデータに問題がある場合にコーションとして表示されます。でこの場合なんかこのモデルの底のところになんか、あこれシンジバースでデータ拾ってきたんですけど、そこにこう宣伝用のなんかアドレスとかが入ってて、まあ、それを邪魔だったから埋めたんですけど、その埋めるのが失敗したっぽくて、表裏がうまくできてなくて、ここの底の面ここら辺の中です。今これが中を見てるんですけど、そのアドレスとか宣伝表示の部分のところが、まあ、表裏が変な風なデータになっていて、まあ、エラーになってるのかなと思います。で、まあ、ダウンロードしてきた、シンジバースでダウンロードしてきたデータをいつもブレンダーで、まあ、編集してて、でブレンダーの方ですね、バージョンは 2.82 だったかなを使ってます。で、まあ、ぐちゃぐちゃになってますけど、メニューここから面の向き、これを選ぶとモデルが青と赤でこう表と裏が表示されます。青は表を向いてて、赤が裏を向いてる状態ですね。なので本当だったらこうこの底の方が表向き青色になってないといけないんですけど、その埋めた文字のところが赤色の裏面に表示になってます。なのでこのポリゴンの表裏が失敗しているような状態ですね。まあ見た目的にはできてるように見えちゃうんですけど、まあ、データが不整合を起こしているというような感じです。で対象のポリゴン裏を選んで、メニューのところから、この面の向きを逆転させるということをすれば修正できます。このように、まあ、赤面で表示されている面を選んで、メッシュからノーマル反転、まあ、これをやると該当の面の表と裏がひっくり返すことができます。まあ、この辺ぐちゃぐちゃぐちゃっと複数選んで、まあ、同じように繰り返して反転処理をしていくと、まあ、面が修正できます。まあ地道にやっていくしかないですね。まあこのように表と裏を全部正しい向き、なんて言ったらいいかな、囲われたところで言うと外側が表ですね。まあ面倒くさいですけど、地味に一個一個選んでやりました。はい、まあ、なんかデータのモデルエラーが出た時に、これに限らない、例えばなんだろうな、こう埋め忘れてて隙間ができちゃってるとか、まあ、そういったこともあるとは思うんですけど、まあ、面の表裏の不整合が起きた場合は、まあ、このように修正すると直せますので、参考にしてみてください。はい、まあ、今回は以上、短いですけど、面の表裏の修正のご紹介です。また 3D プリンター関連でトラブルシュートというか、まあちょっとしたテクニックとか出てきたらまたご紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録よければお願いします。今日は
終了です。